皆さんこんにちは。野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。3分間で学ぶ研究者として成功するために知っておきたい格言27ということで、今回は研究者は群毛象を撫でるを心せよということです。どういうことかと言いますと、エネルギー政策に関するツイッターでですね、エネルギー政策を俯瞰するためには広範囲な知識が必要で、特定分野の専門家がこれが正しいと結論付けられるものではないということのつぶやきにですね、僕もまさにそう思ったのでですね、特定分野の専門家っていうのはその特定分野推しになるので、だって自分が専門でやってるわけですから、この特定分野、もうめちゃくちゃすごい、めちゃくちゃいいからどんどんやりましょうというふうになるのは当然の話なんですよね。ですからその特定分野の、方の意見のみをですね、政治家の方が、民主的に選ばれた政治家の方がふむふむふむと思って、じゃあこれでいこうというふうにやると結構、政策を誤るんじゃないかということでですね、その特定分野のを束ねる、いろんな特定分野が分かる専門家の人が全体的に俯瞰して、全体的にこれがこちらの方向で行く方がいいんじゃないかということを、政府の人がに提言するというか、政府の人はそういう、政治家の人はその人にですね、意見を聞いて、やっていくの方がいいんじゃないかと、いうことを、言ったわけなんですけれども、仏教の、関係の方からですね、仏教説話で群毛象を撫でるというのがありますけれども、あれはいろんな、盲人の人が象を、こう触ってですね、象は内輪だと、象は内輪みたいだなと、それは多分耳だけを触ってるんですよね。ある人は、象は、なんか紐みたいなものだなと、それはお尻とか尻尾だけを触ってるということで、それを見た、王子様が、象はそれらを統合したものだと、耳も大きくて尻尾も長くて鼻も長くて、でそういう大きなものだというふうにまとめたということなので、現場の専門家の上にですね、設計や政策を、取りまとめる専門家が必要なんですということを教えていただきました。実はですね、私ね、これ群毛象を撫でるっていうのを電子顕微鏡を使ってる僕のね、博士課程の学生さんに必ず言うことにしてるんですよ。で、それは何でかっていうとですね、ナノレベルで、見るとですね、この材料はこういうものだって言ってるんですけれども、実は、引いてみて全体を見ると、もう全く、それは正しいんだけど、それだけじゃなくて全体的なものがあるんで、電子顕微鏡を見るときには、この群毛象を撫でるということに気をつけてやった方がいいですよというふうに言ってるんですけれども、実はその象の象と、電子顕微鏡で見る画像の像をかけてるということなんですけれども、まあ英語なので、そういうことは誰も僕の学生は気づいてないと思うんですけども、そういうシャレを言ってたということで、今回の話を終わらせてもらいます。